はい、皆さんこんにちは、ロキです。今回もですね、ヤフオク仕入れのご紹介ということでご説明していきたいと思います。今回はですね、目の前に出ているこの3点ですね、どれもニコン、ニコン対応のものになるんですけれども、上からですね、こちらがシグマのレンズです。 18-200mm、3.5-6.3DCOS 手ブレ補正付きのレンズですね、ニコンマウントということで仕入れました。でその下がですね、ニコンの D7000、まあこれはおなじみですね。そしてこちらにありますのが AFS のレンズなんですけれども、 40mm の 2.8G ということで、この3点を仕入れることができました。ヤフオク仕入れで、だいたい7万円ですねで仕入れることができたんですけれども、状態がですね、説明文ですと、ほとんど使われてないような、新品級に近い、コンディションだということで、書いてあったので、早速開けてみたいと思います。はい、それでは、まずはこちらの D7000 から開けてみましょう。もう箱からしてですね、だいぶ綺麗です。使用感がほとんど感じられないような箱ですね。中身が相当期待できます。はい、そうですね、かなり綺麗です。まあオーナー様がほとんど使ってないということだったので、ストラップもですね、ほとんど使用感がないですね。まだこの強い芯がまだ残っているような状態ですね。かなり綺麗です。そして説明書もですね、こういったスタートガイドなんかもほとんど使われてないですね。おそらく1回も使ってないんじゃないかなっていう状態ですね。はい、そして、付属品は全てあるということだったので、今回ちょっと3点あるんでね、カメラの外観を見てみましょう。これ綺麗なものを仕入れるとテンション上がるんですよね。私結構綺麗な商品大好きなんで、中古でね、ボロボロのものとかも仕入れるんですけど、あまりテンションは上がらないんですけどね、こういう綺麗な商品はすごくテンションが上がります。かなり綺麗ですね、やっぱり。ほとんど擦れてる様子もないですし、液晶もほぼ無傷ですね。このレンズを取り付ける部分ですね、ここが若干擦れ、いやでもほとんど擦れてないですね。ほとんどこれ使われてないんじゃないかなっていうぐらいの状態ですね。まあ、強いて言えばグリップにちょっと握った跡があるっていうぐらいで、もうこれは本当に新品同様で出せるコンディションです。大正解ですね。まあ、あとでショット数も調べてみたいと思うんですけども、これは当たりですね。まあこの状態であれば5万円ぐらいで売れるんじゃないかなって感じですね。D7000 もね、相場が上下してるので、まあ今の相場だとまあ5万ぐらいかなって感じですよね。もうちょっといくかなって感じもしますけど、まあ、あとは売り方次第ですね。はい、続いてレンズですね。今回はちょっとね、数が多いんで動作チェックは割愛します。よいしょ。はい、続いてこちらのレンズ見てみましょう。こちらもですね、箱が相当綺麗です。これ新品なんじゃないかっていうぐらいの綺麗さですね、箱も。テンション上がりますね。はい、これか。フードとケースですけれども、まあ、相当綺麗ですね。これも使われてないんじゃないかなっていう感じですね。ちょっと飛ばしますね。はい、レンズはと言いますと、ですね、いやーこれももう新品で出しちゃってもいいぐらいの外観ですね。かなり綺麗ですね。キャップも傷ほとんどないですし、これは当たりですね。大当たりですね。
相当綺麗です。マウントもほぼ傷なしですね、うん、レンズ内もほとんど塵も入っていないと。これもう新品、ほぼ新品ですね、うん、ほぼ新品で出せますこのレベルは、うん、これも今ヤフオクで2万3000円とか4000円ぐらいで売れるんじゃないですかね。このコンディションだったら一番高く売りたいですね、うん、これもだいぶ当たりですね。撮影チェックは今回はちょっとね数が多いので割愛しますね。よいしょ。逆にこう新品これぐらい綺麗だと扱うのにちょっと神経使いますね、うん、綺麗すぎるとあんまりこうこれ以上傷ませたくないっていう気持ちが働くので。こちらもですね、うん、説明書もだいぶ綺麗ですね、まあ、箱はちょっと先ほどのに比べると若干擦れとかがあるんですけど、はいと、まあ、フードもちょっと今回は割愛します。はい、これもだいぶ綺麗です。もう光の反射具合でもう使用感がほぼないです。これ新、本当に全部ねほぼ新品ですね。ほぼ新品で出せちゃいます。外観に関しては、うん、問題ないです。マウントもピッカピカですね、うん、レンズ内はと言いますと、うん、パーフェクトです。カビ曇りは当然ありません。まあこのレンズも2万2、3000円ってとこですかね。で販売しようかなって感じですね。まあ全部合わせてもまあ少なく見積もっても9万ぐらいはいくんじゃないかなって感じですね、うん、なのでまあ利益もそこそこ今回は取れたんじゃないかなと思います。まあこういったね、セット販売で仕入れる場合っていうのは当然その出品する際に手間もかかってしまうので、ある程度やっぱり利幅が取れるものっていう感じで、まあ私の場合はですね、やってます。当然これバラバラで売ろうとしたら3回ね別々に撮影しなきゃいけないので、3回分のね手間が増えるということで、それを加味した上で、まあ1万円ぐらいは欲しいなとか1万5000円ぐらい欲しいなという感じで、まあ、仕入れてます。まあそれはですその辺はですね、まあ、あなたの、思った金額、今欲しい金額に合わせて設定していただければいいと思いますので、まあ、こういったこともありますよということで参考にしていただければと思います。はい、今回はこれで動画を終わりになります。私の方で無料のメルマガを始めております。下記動画の説明欄からですね、メルマガ登録の URL を貼っておりますので、そちらからご登録お願いします。今ですとヤフオクのリサーチから落札までの動画と、簡単操作で仕入れ資金を増やす動画2本のプレゼント動画を用意していますので、ぜひよろしくお願いします。YouTube のチャンネル登録していただきますと、私がほぼ毎日こうして更新している動画を漏れなくチェックしていただけますので、チャンネル登録の方も、ぜひよろしくお願いいたします。もし何か質問等あればですね、メルマガにご登録後私に質問していただければ、こうして YouTube 内でシェアしていったりとか、もちろん直接メールでもお答えしてますので、ぜひよろしくお願いします。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。